はい、どうも皆さんこんにちは、お久しぶりです。しばらくちょっと動画がね作れてなくて、本当に最後の動画も1週間以上前の動画になっちゃってるんですけど、今日はね、まあちょっとネタはないっていう話なんですけど、せっかくちょっと桜が綺麗なので、ちょっとこんなね散歩をしながら話したいと思ってます。まあコロナがね明けましたね。明けてないんですけど、緊急宣言がねなくなってちょうど1週間ぐらいかな経ちましたけど、やっぱりねそのまあまん延防止とかって関西の方やってるらしいけど、絶対的にそれはもう予想できてたことじゃないですか。でそれもそうなんだけど、そのオリンピックがね、開催されますね今年の夏ね。でそれも正直今年はもう世界で力を合わせてなかったことにしようかなって思ってるんですよ、僕は個人的に。だってもう経済効果もとんでもないじゃないですか、これこのままもしね本当にやるなら。だって外国人選手の応援が入らない、だから俺たちはめっちゃホームですよね、日本人としては。で外国人にしてはめちゃめちゃアウェーで応援もいない。そしたらさ、なんかそれにこうやっぱり応援って力になるじゃないけど、なんかなんでしょうね、背中押されて日本人がめちゃめちゃメダル取りましたとなったら、なんかフェアじゃなくないですかと僕は思うんで、今年は無理にやんなくてもいいんじゃないかなって正直思ってるんですね。でその分その、まあ、維持費はかかっちゃうけど、4年間、まあちょっと、まあ、3年間か、2024年のパリをまた後ろにずらして、日本のオリンピックを2024年にやる。やっぱりそれぐらいかかると思うんですよ、コロナの収束ねするには。だからもうそれぐらいの時間を持ってやれば、誰も何ですかね、損しなくて済むというか。だって正直日本が今年ねオリンピックになったのってぶっちゃけアンラッキーなことだと思うんですよ。4年前にね日本に決まった時、もっと前か、日本に東京って決まった時にもう泣くほど嬉しかったっていうね人もいるし、僕も嬉しかったし、でチケットって言って、まあ結局僕チケット取れなかった人だけど、でなってたのに、突然さ、じゃあコロナが来ました、じゃあね何十億円かけて作ったものとかをもう今更ね使わないわけにいかないし、使うんだけど思ってたよりもね人も来れないしってなると、もう大マイナスじゃないですか、大損害っていうか。そしたらもうここは切りよく、2020から2024年はなし、まあ、歴史的にないと思うんですよ、アテネでねつないできたなんかこう成果っていうんですか、だからないと思うけど、でもまあそれぐらいのことだと思うんですよ今回のことは。だからもう僕は2024年が東京でいいんじゃないかなって正直思ってます。だってこれでもしね日本に来た人の誰かがコロナにかかってた、まあ多分そしたらね出場できないけど、実はコロナで、でそれでまた日本で広がったとか、逆に日本にあった変異型ウイルスが、世界でまた広まっちゃったって言ったら、またさ叩かれるでしょ、誰が日本でやるって決定したんですかって言って、 IOC 委員会の会長ですとかって言われたら、めっちゃなんか損じゃないと思うんですよ。でしかも可能性も高いし、だったらもう世界で本当に協力して、何年もう10年じゃない4年、本当に頑張って、それで2024年にやるって決定しようじゃないかと。どうですかねその考えは、どうですかねその考えとしては。いやーしかし気持ちいいですね本当に、やっぱり春ですよ。でねいやなんかちょっとこう新しいねことをしようとかしたいなと思ってて、僕ねバイクの免許持ってないんですよ。でね毎年ね秋とか春とかこれぐらいの時期になったりすると、もうバイクに乗りてえなとかね、いいなと思うんですよ。で原付はもちろん乗れるけど、いやーちょっと普通に好きなバイクとか買ってさ乗りたいじゃないですかと思って、免許を取ることにしました、ようやくね。まあ33歳なんでね、どんな人が取りに来るんだろうと思うけど、多分この春はねそういう人多いんじゃないかなと思うんで、ね、ちょっといい学校を見つけたいなというふうに思ってます。はい、まあ本当にねこの今の時期ね、やりたい動画もいっぱいあるんですよ実は今はねその釣りの動画をよく見てて、なんか僕自然がやっぱり好きだから、
自然の中でそう釣りとかして食べるとかそういうの見ちゃうんですよ。で最近のおすすめの YouTuber が女釣り師マルコスっていう人の YouTuber なんですけど、なんかちょっと恥ずかしいのがその人が結構なんかビジュアル的にもなんか体のラインを強調するっていうかね、僕はそれが好きでじゃないけど、まあ、きっかけはねなんかサムネ見てなんだろうと思って見たらなんかその人がすごい釣りやったことないのにすごい頑張ってしかもうまいんですよ釣るのがっていうので見てそれからハマってるんですけど、見てあそこにカメの親子がいる、見える？あーうちがカメラじゃ画質が荒いか、でも見えるでしょ。そうそうそう、もうねかわいいね。そうこういうところで魚釣りとかしてなんか見せたいなって思ってるんですよ。だからこうぶら下げる GoPro とかなんかつけてやろうかなって思ってます。まあ春に限らずねやれよって感じなんですけど、はい。あとねもう一つのねおすすめ YouTuber がなんかオロチンユっていうなんかなんだっけオロチマルナルトのオロチマルのなんか真似してる人で顔は一切出さないんだけど、その人がなんかすごい喋ることも面白いし、なんか喋ってる内容も深いし、なんか言ってることも面白いし、結構知識もたくさんあって、こう綺麗だね本当に。この川、川の水綺麗じゃない？ここにね魚とかいるのかな、釣れるところがあるので行きたいね海とかね。俺も海の男なんでね元は。そうでその人が結構なんかそう亀とかさばくの、ミシシッピのミシシッピアカミミガメとかさばいて食べたり、まあ、魚はもちろんそうだし、あと虫を食べる。あの人はでこれからはなんか昆虫食の時代だとか言って、なんかあんまりさ、まあそういう人もいるじゃん、タイまで行って虫を取るアイさんとかさいるんだけど、俺はまあ虫は食べないけど、だからこそちょっと興味があって見てたら、まあそれだけじゃなくて結構こう面白いこと言ったり、なんかねそうオカマなのかな本当にっていうところもあるけど、めちゃめちゃ金ないんですよその人。めちゃめちゃ金なくて、なんか本当に10万円の給付金かな、そう入った時も口座に全2000円ぐらいしかなくて、全部で10万2000円みたいな、そこからお金使ってなんかやったりとかしててなんかそれもすごい、なんかねそのお金ねある人もない人もすごい綺麗、綺麗じゃない？で内側だとちょっと分かりづらいんだよね、でも綺麗でしょ。もうすぐね散ってもほら絨毯にこうどんどんなってきちゃってるんだけど、すごい綺麗でしょ。で僕は今関東に住んでるんですけど、関東じゃない人もねこれから咲くかもしれないし、いやーなんていう桜の種類なんだろう、白っぽいピンク桜。あそうだ思い出した、最近ねずっとねあの暗めのサングラスをかけてたんですよ。でそれはまあ本当に眩しい時もあるから、あのね 80% ぐらい、え違うな 50% ぐらい 80% かな、なんかこう暗すぎず明るすぎないみたいなおしゃれサングラスみたいなやつに動画入ってるのかけてたんですけど、こういうねこう鮮やかなねこう季節になるとねめっちゃねよどんでダークな感じになっちゃうんで、もったいないなと思ってちょっと明るめのオレンジ系のサングラスを買いに行こうというふうに思ってます。はい、何の話だって、そうだからオロチンユをマジで見てほしいって話です。本当に癒されるから、いや顔出さないってもあんだけねねですごい増えてるんですよ登録者数も、その人そういるので絶対見てください。でねこう外国人の人とかがこの桜の木をさこうお花見でこうグーとか引っ張ってなんか顔の近くにして写真撮ったりとかするんだけど、なんかねあの国の木じゃないですか桜って、傷つけたり折ったりするとあの捕まるんですよ日本って、だから気をつけてね外国の人でね、で僕は子供がいてその一緒にこうなんか桜の木とかさ写真撮ったりするんですけど、あれさ俺はやらない、ね、俺は今まで見たことないしやったこともないんだけど、なんかその綺麗な桜の木のなんかここを持ち上げてもう子供の写真をなんかうちの奥さんが撮るんですよ。だからあここいいねすごい見て、こっからぶわっと咲いてる、これあたり写真撮ろう、うん、なんかねこう顔にねすごい近づけてこんなやって撮るんだけど、もう子供もさこんなこんな感じになってるわけ、なんかそんななんか やらなくていいと思うんだけどなって、自然にさあのなんか例えばここに子供がいたら一緒に写せばいいじゃん、めっちゃ近づけて撮ろうとするみたいな、
あれなんか日本では俺見たことないんだけど、みんなやってんのかなってちょっとふと思っちゃいましたけど、やべえ10分超えちゃったね。やばい、こういう動画はダメなんだよな。今はさ、もうさ、短くいかにこうね、メッセージ性のあるものを分かりやすく伝えるかじゃん。あと編集スキルね、これやっちゃうとね。でもいいんだ、もうあのずっとしばらくここ最近アップできてなかったんで、ちょっとこう最近の思ってることとかを話したかったんですよ。そうでね、あの僕あの実はその動画編集の方でちょっと本当に 本腰入れていこうと思ってて、なんかランサーズとかタイムチケットとか、まあまあ、もちろんここでもいいんだけど、なんかその動画編集代行サービスをねやろうと思ってるんですよ。 本腰入れて、そう、まあ、会社起こそうかな。どう、会社起こしてみようかな。どうなるか分かんないけど、そうやっていこうかなって思ってます。っていうのも、もともとの YouTube とか動画編集なんてマジで市民権なかったじゃないですか。なんだ動画編集みたいな、素人でもできるみたいな。でもそういうこうなんか企業さんとかその会社のそういうホームページだったりって、結構もう本当に動画で入ってくる情報ってすごい多いから、それをやっぱやることにすごく価値を感じる人が増えてきて、でそれでお金を取れる会社もあるし、個人でもできるしっていう。そうだからちょっとまずは一人でやってみて、どん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 こう案件が増えてきて、一人じゃ無理だってなったらそういう人募集してみたいな、やろうかなと思ってます。もちろん僕撮影とかも好きなんで、編集とかディレクションもやりたいんですけど、もしねぜひっていう人がいたら、動画あの編集だったら別に海外でも日本でもどこでもいい、データだけ送れるっていう、あのギガファイルで送っていただければ全然やるので、あ、もちろんお金はかかりますけどねぜひ声かけていただければと思います。じゃあね、本当にこの春花粉症もねだいぶ僕は収まってきたんですけども、まあまあまだまだコロナも流行ってますから、体調に気をつけて、元気に過ごしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。